2020-21 シーズンは公式戦出場がゼロに終わったものの、テレビ番組の司会挑戦など活躍の場を広げたザギとは、今回は、自身のコーチを務めるエテリ、ブトベリーゼ氏のアイスショー、チャンピオン、オン、アイス、に出演し、新エキジビション、内なる光、で華麗な舞を見せつけた。今回の演技内容に、ロシアメディア、チャムピオナット、コム、は、ザギトワの内なる光は観客に鳥肌を立たせた、と高く評価。ザギトワはショーを締めなければならず、それは観客が特に楽しみにしていた瞬間でもあった、と演技前からの期待度の高さについて綴っている。中でも今回、大きな話題を呼んだのは衣装だった。ザギトワは黒とターコイズブルを基調としたドレス姿で登場すると、会場が暗くなった中盤以降は衣装の胸元を光らせて演技を継続。この新演出については、同メディアも、ザギトワのドレスにファンが騒然となった、と驚きを持って伝えている。新たなショープロ、内なる光、についてザギトワ。これはとても深いテーマ。私は観客とファンからの愛を感じ、とても感謝している。私の魂は光、その一部を皆と共有する。今日のプログラムを試合で見られるか？まあ見てみよう。ショーとかフリーか？まだショーナンバーでしかない。さらに、記事内では、結果的に大成功を収めて観客を喜ばせたが、ファンはなかったわけではない、と指摘した上で、大多数のファンは今のスケーター自身に文句はなかった、と言及。加えて、これまで同様、彼女のスケーティングは心に響くものがあり、今回のハートフルなナンバーはチャンピオンの内面世界へ扉を開いてくれたようだった、と絶賛の言葉を送った。チームブトベリゼで YouTube チャンネルが開設されています。火山でのショーの動画もアップロードされています。Эта спортсменка обладает уникальным достижением, и повторить его будет невероятно сложно. Она побеждала на всех стартах, в которых принимала участие, на протяжении долгих двух лет. Так, по-моему, там еще у нас есть игрушки и цветы, уберите, пожалуйста. Так вот, спортсменка, которая сейчас появляется на льду, имеет уникальную победную серию. Двукратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, обладательница двух медалей на играх в Южной Корее, Евгения Медведева!
Thank you.